チャ沖縄です。今私は沖縄の北谷にある観光地アラハビーチに来ています。現在夕日が間もなく沈もうとしています。アラハビーチは人が多いのですが、今回そのアラハビーチの近くにある、不倫路上カーデートができる、スポットを紹介したいと思います。不倫をちょっと言い過ぎましたが、まあ、カーデートができる場所ですね。ということで、行きたいと思います。その場所はですね、こちらの上にある三栄です。こちらでお買い物して、立体駐車場に車を止めたらカーデートができるようです。行きたいと思います。ハンビータウンの三栄ハンビータウンの4階の駐車場です。こちらに車を止めたまま、こんなところにですね、あんな風に沈む夕日を眺めることができます。はい、あんな風に沈む夕日を眺めることができます。今回私車で来ていないので、車の中から風景をお伝えすることはできませんでしたが、あんな感じで車を止めながら夕日を見ることができます。路上ではない、カーデートですね。カーデートですよ。もう夕日、駐車場、カーデート、夕日ですよ、駐車場ですよ、カーデートですよ。そいつらが一度に楽しめるエリアとなっています。そしてですね、カーデートが終わったら、こちら三栄ですので、下の食品館に行ってお買い物することもできます。お腹が空いたら、何か買うこともできます。ちょっと雲に隠れて見えないですね。あんな感じで外に出てイチャイチャしてるカップルもおりますが、ここに駐車場に車を止めて、あの夕日を見ることもできます。もう路上カーデートですね、カーデートができます。はい、ということで本日アドベンチャー沖縄が、観光地アラハビーチの近くにある、買い物しながらカーデートをしながら夕日が見れるスポットを紹介しました。こちらのスポットへは、こちらの駐車場から入って立体の入り口があるので、そこから案内に従って、3階か4階まで登ってください。ちょっと最近流行りの YouTuber の丸パクリ動画、丸パクリになりましたが、ご視聴ありがとうございました。気に入ってもらえればチャンネル登録、高評価お願いします。夕日だけではなく結構眺めもいいので